本当です。今日はですね、AI ボットを作ることができるコーズって読むのかな？コゼのご紹介をしたいと思います。ちょっと鼻声なのは、ちょっと病み上がりなので、ちょっとご了承ください。小野さんの YouTube。そうですね、これDeFi っていう、以前ご紹介したやつと、似たような感じなんですけど、それよりかは、見た目使いやすそうな印象で、こんな感じで、他の人が作った、これボットなんですけど、ボットとか、ここ、出るかな？プラグインとか、あと、これワークフローですね。とかを、エンジニアじゃない人でも簡単に作ることができるというやつです。で、これちょっと一つ試しに使ってみますか。じゃあ、そうそう、これですね。ここ右下にマークありますけど、テレグラムとか、メッセンジャーとか、あとは、そう、ディスコードとか、あと LINE とかもですね、に接続して使うことができるボットなんですよ。そう。じゃあちょっと試しに一つ使ってみますか。じゃあロゴジェネレーター。はい。じゃあ、ここ、チャット形式になってるので、ここにですね、じゃあ、なんでもいいか。豚骨ラーメン屋さんのロゴマークを作ってください。ちょっと指示がちょっと微妙かな。今考えてくれてるところです。作ってくれてるところです。おお。おお、思いのほかいいですね。豚骨、ラーメン屋っていうのは確かになんとなくわかるかも。いいですね、思ったより。まあ、てな感じで、できますよと。まあ、これは一例なんですが、そんな感じで自由に作ることができます。はい。で、僕、今日ちょっと病み上がりなので、今日は作んないんですけど、作んないんかい！作んないんですけど、もし作るタイミングがあったら、一緒に画面共有して、やっていけたらいいなと思います。そうなんですよ。ワークスペース、ボットの名前とか、ユーザー、これなんだ？API のコストどっちが負担するかみたいな感じかな。ユーザーメッセージ課金。有効にするとユーザーがメッセージ、クレジットのコストを負担します。無効にするとボット作成者がメッセージクレジットのコストを負担しますと。あ、なるほど。まあまあ、こういうのも後々ご紹介していけたらなと思います。はい。面白そうですね。これちなみに言うと、あんまり、まあ、あれか。中国製みたいです。まあ、人それぞれ、中国製のアプリに対して思うことあるかもしれませんが、一応お伝えしておきます。はい、以上です。ありがとうございます。いつもありがとうございます。もし、よろしければ、いいねとコメントと、チャンネル登録お願いします。いつもありがとうございます。